日本生命セパ交流戦阪神2から4日本ハム29日甲子園阪神岡田章信監督が9安打2得点に終わった攻撃陣に怒りをぶつけた先発大竹の左前敵時だと渡辺の中に日のみ終わり21日の広島戦松田から7試合連続3得点以下投手陣も日本ハム打線に攻略された完敗を喫した以下 監督の一問一答、自ら何もないで、んチャンスを作るところまでは、いやいや、チャンス作っても、返さなあかんやん。5回までにな、リードしとかなあかんわな。3回の満塁の場面は1点返せたら、1点とかじゃ、返したらええやんか、それだけのことやんか、畳みかけられない、苦しい状況、苦しいとか、そんなん、毎試合言うとってもしゃあないやん。 繰り返しやねんから、タッチアップもせえへんしのお。ええー、5回までに逆転なるやろ。追い越せとるよ、普通にやったら、それだけやん。だからあんな展開になってしまうんや。まっすぐへの対応を、何にもできてないやんか。辛抱強く待つしかない。いや、待たんよ、そんなお前、毎日試愛やんのに。大竹は粘ったが、ああ、万波のとこやな。ローボールヒッターというか、 すくい上げるような打ち方するのに。ベンチで行ったら、速攻やったわ。あんなな、配球というか。